はい、皆さんこんにちは、今日はバグダッドからですね、さらに上流の方に、ハジンというところですね。まあね、あと1回で地中海に出ますけどね。まあもうちょっと南の方に行くとね、イスラエルのエルサレムが出てきますけど、まあこのまままっすぐ行くとシリアの方ですね。まあちょっと南に行くとベイルートとかありますけどもね。まあこの浮かぶ島はね、これキプロスですよね。まあここもまた飛んでいきたいと思いますけどね。以前はマルタを飛びましたけど、このクレタ島なんかもね、このギリシャ文明の発祥の地ですよね。その辺りも飛んでいきたいですしね。まあやっぱりさすがにバグダッドは都会でしたね。今日は200海里ぐらいなんでちょっと時間かかりますけどね、お付き合いください。以前メソポタミアの歴史を解説してた時に、バビロン第一王朝っていうのがね、あれはね、あの時何人って言ったか忘れたんですけど、正しくはあれアムル人という人ですね。この前間違えて言ったかもしれない。で、最初にメソポタミアにね、ある程度統一王朝を作ったのは、そのバビロン第一王朝よりちょっと前のアッカド人ですよね。サルゴン一世っていう人が、これちょっと名前が面白いんでね、みんな覚えてる人いるかもしれないですけど、アッカド人っていうのがアッカド王国っていうのを作ったんですよね。で、その前がシュメール人の都市国家で、確かね、アッカド人がシュメール人の都市国家を滅ぼしたんじゃなかったかな。で、バビロン第一王朝を滅ぼしたのがヒッタイトじゃないかな。ヒッタイトが一時期ねめちゃくちゃ強かったんですけど、これがね原因不明の衰退をしましてですね、でその後アッシリアが出てきて、アッシリアが滅んだ後にバビロン、新バビロニア王国、
こういう流れじゃなかったかな。また間違ってるかもしれない。まあ、セム皇族、アラブ人同士で王朝交代が争うんですけどね。まあ、セム語同士なんで、結構ね、言葉は近いと思いますよ。多少違うにしても、まあ、フランス語とドイツ語みたいなもんで、似たような話し方をする人だということですよね。それがもうね、例えばアレキサンダー大王の軍隊が攻めてきた時は、彼らはギリシャ人ですからね、インドヨーロッパ語族なんで、まあ、全く文法が違いますし、何話してるのかさっぱりわからなかったと思いますね、そのアラビア人にとってはね。で、昔のギリシア人の言葉でバルバロイとかバルバロスっていうのがあって、これは何話してるかわからないやつらっていう意味なんですよ。まあ、つまり異民族っていうのをバルバロスっていう言ったんですけど、まあ、ギリシア人から取ったら、その攻めていった先のアラビア人っていうのはバルバロスだったんですね。まあ、逆からしたらギリシア人の方がバルバロスなわけですけどね。まあ、言葉何話してるかわからない人たちが攻めてきたら怖いですよね、やっぱり。まあ、そういう状況がこのね、古代のメソポタミアにはあったわけですね。アレキサンダーが攻めてきたのが紀元前、確か300年、350年ぐらいだったかな。で、その後彼が遠征先で死ぬと、帝国が分裂しましてね、セレウコス朝シリアとかマケドニアとかですね、エジプトも独立しましたね。で、それらは大体もうローマ帝国に吸収されるんですよね。アレキサンダーが出てきた頃っていうのは、ローマもあったんですよ。イタリア半島に細々とちっちゃくあったんですけど、アレキサンダーはそっちのローマの方には興味を示しませんでですね。まあ、ローマにとってはラッキーでしたよね。彼は東へ東へ進んだんです。インドの近くまで、インダス川の方まで攻めていきましたからね。で、まあ、そのおかげでローマはですね、滅ぼされずに済んだんですよね。あれ、西の方に向かったら多分どうでしょうね、下手したらローマは滅ぼされてましたよ。それぐらい強い軍隊だったんで。ただ勝手に東の方に行って自滅しちゃったんですよね。で、後継者がいろいろ独立したんだけど、やっぱりローマには勝てなかったんですね。特に帝政ローマで、カエサル以降のローマはものすごく強くなりましたから、それにやっぱり飲み込まれちゃったんですよね。まあ、ただローマもね、だんだん西暦400年以降はね、ゲルマン民族が入ってきますから弱体化していってですね、でササン朝ペルシャっていうのが出てきたんでね、それにはだいぶもうそれにだいぶ領土を食われちゃってですね。で、確かササン朝ペルシャの皇帝にローマ皇帝が捕虜にされたりしてましたね、確か。
戦いの時に捕まっちゃって、まあだからその頃まではね、ペルシャ人っていう、まあ今でいうイラン人ですけど、まあこれもインドヨーロッパ語族ですけどね、結構ペルシャ人っていうのはその頃もまでは勢いがあったんですよね。で、ササン朝ペルシャが滅びたぐらいのところからですね、またアラビア人が強くなってくるんです。メソポタミア、要はアッシリアとかがとかバビロニア王国とかが栄えてた頃は、まあ、まさにアラビア人が自分たちの土地で天下を取ってたんですけど、でそれがアレキサンダーとかが入ってきて、まあ、インドヨーロッパ語族、まあ、それより前はヒッタイトも入ってきてましたけど、まあ、本格的にはそのアレキサンダーの頃にですね、まあ、正確に言うとアケメネス朝ペルシャからな、アケメネス朝ペルシャから、まあ、インドヨーロッパ語族が入ってきたんですよね。一番最初は、まあ、ヒッタイトが入ってきて、アラブの地にですね、アラビア半島とかメソポタミアに、最初はアッカド王国とかね、アッシリアとかって自分たちの王国を作ってたんだけど、アケメネス朝ペルシャっていうのが出てきて、それが紀元前500ぐらいかな、あれはね、アッシリアが滅んだ後に出てきたのかな。アッシリアが滅んだ後に、アッシリアって言ったらもうエジプトまで占領しましたからね、ものすごく強い、この地域を全体的に初の統一王朝ですからね、アッシリアが。でそれが滅んだ後に出てきたのがアケメネス朝ペルシャですよね、うん、確かそれで合ってたと思う。アケメネス朝ペルシャはペルシャ人ですから、インドヨーロッパ語族ですからね、それがまあメソポタミアの地も支配しますよね。そしてギリシャ人なんかをね脅かすんですけどね。でアテネとアケメネス朝ペルシャがね、ペルシャ戦争で、まあこれアテネが勝つんですけどね、だけどそのアケメネス朝ペルシャっていうのはアレキサンダーに滅ぼされますんでね。でそしたらまあ一時的にアレキサンダー、まあアケメネ、まあ、ペルシャにしてもアレキサンダーにしてもどっちにしてもイラン人かギリシャ人の違いで、インドヨーロッパですからね、まあアラビア人がずっと虐げられている、まあ、つまり支配下に置かれるんですね。アラビア人が自分たちの土地なんだけど、インドヨーロッパ語族でペルシャ人とかギリシャ人に、あるいは時期によってはローマ人もそうですね、ローマ人もまあ代表的なインドヨーロッパ語族ですから、で彼らにずっと支配下に置かれてしまうんだけど、まあローマが弱ってササン朝ペルシャが出て、ササン朝ペルシャも弱ったあたりの時に、マホメットという人が、まあこれはアラビア人ですけどね、マホメットとかその子孫がですね、えらい強大になってきたんです。イスラム王国としてもうスペインの方まで領有したり、中央アジアの方まで領有して唐と戦ったりするぐらいですね、もうイスラム帝国が拡大しましてね、その頃はもうアラビア人の天下ですね。もうローマ人も支配下に置くし、それこそペルシャ人なんかはずっと支配下に置いてますからね、逆にだから支配し返したわけですよね、アラブ人が支配し返したわけです、うん、
で、これがね、まあ、800年、900年ぐらいまで続いて、で、次にね、トルコ人が出てくるんですね。この辺りにね、トルコ人がガーッと入ってくるんですよ。セルジュクトルコとかね。まあ、それが滅びても、今度オスマントルコが出てきてね。このメソポタミアの地っていうのは、トルコですよね。トルコっていうのは、モンゴルの方から来た民族ですからね。全く違う外来の種ですよね。で、言葉も全く違うんです。インドヨーロッパとも違いますし、アラブとも違います。トルコっていうのはね、アルタイ語族って言って、どっちかって言ったらモンゴル人とかの方の言葉ですから、全く違います。で、顔つきも違いますしね。アラビア人とインドヨーロッパ語族っていうのは、まあ、どちらもコーカソイドですから、ちょっとアラブ人の方が色が浅黒いですけど、まあ、顔つきとかは似てますよね。だけどトルコ人となると、トルコ人というのは、まあ、モンゴル人とかと近いあれです。アジアのモンゴロイドですからね。全く違うやつらが来るわけです。まあ、このようにですね、そのよくベイルートなんかは文明の十字路なんて言いますけどね、ペルシャ人、ギリシャ人、ローマ人、アラブ人、トルコ人って、もういろいろな人が来てですね、そしてまた主が変わっていくっていうことで、ものすごくそういう意味ではエキゾチックなところなんですよね。だから文化もいろいろな文化が、混じり合ってますし、で、宗教にしてもキリスト教、イスラム教とね、まあ、トルコは大体イスラム教なんで、まあ、変わらないんですけど、まあ、キリスト教、イスラム教、まあ、さすがに仏教の支配下には置かれなかったですけどね。まあ、ただ一時期ですね、モンゴル軍がほぼこの辺りまで来るんでね、マムルーク朝だったかな、のバルバロスっていう、バイバロスっていう将軍が、モンゴル軍を初めて破るんですけど、それまでずっとモンゴルがユーラシアというか、もうエジプトの近くまでね、モンゴル軍が攻めてきてたんで、モンゴルの宗教っていうとね、確かね、チベットのね、あれ、仏教の仲間なんだっけな。まあ、そういうアジア系の宗教が入ってきたんで、まあ、そういう意味では一時期ちょっと、イスラムとかキリスト以外の、ね、ものが入ってくるんですけど、まあ、ただモンゴルはメソポタミアには根付かなかったんで、早々と退散していきましたんでね。あ、ちょっと株が始まったんで見ます。ちょっとプラス16ドルプラス、まあ、航空株はちょっと上がってますね。よかったよかった。まあ、でもこれいつまで続くか分かんないからね。スタート時だけ上がるパターンがありますからね。で、ドカーンと下がっていくって。ちょっと心配になったんで、歴史年表を見ます。見ます。そうですね。そうそう。アッシリアが滅んで、アケメネス朝ペルシャにバトンタッチですね。で、アケメネス朝ペルシャが、あ、じゃあ、
アッシリアが滅んだ後に、あの新バビロニア王国というのは一時期できるんですけど、まあ、すぐアキメネス朝ペルシャに倒されるんですよね。そう、ほんでアキメネス朝ペルシャがアレクサンダー大王に征服されます。私の言うことは合ってましたね。ちょっと私もうろ覚えで言ってたんだけど合ってました。大体そうそう、一番最初は皆さんご存知のようにシュメール人の都市国家ですよね。でその次にアッカド王国っていう、アッカド人っていうサルゴン一世、これはアラブ人です。シュメール人はね民族系統が不明とされてます。で次にアムル人っていうのが、さっき言ったあのアムル人っていうのもセム系ですよ。でこれがバビロン大長長で、あの目には目をですよね。で次がカッシート王国。カッシートっていうのはこれもシュメール人と一緒で民族系統が不明です。でまあアッシリアにバトンタッチしていくわけですよね。まあアッシリアはセムですね。はい。でコロコロまではヒッタイトとかの侵入はあったんだけど、一応アラブ人が自分たちの土地を君臨してたんですけど、このアケメネス朝ペルシャっていうのがイラン人っていうですね、あの全然言葉の違うやつらが入ってくるんです。それで大帝国になりまして、その次アレクサンダー大王ですね。でアレクサンダー大王が死ぬと分裂して、セレフコス朝シリアとかエジプトとかアンティゴーノス朝マケドニアとか分裂するんだけど、まあ、結局ローマ帝国が入ってきて、まあ、ローマ人というのもねインドヨーロッパ豪族の代表者ですから。でそれがササン朝ペルシャが、まあ、ローマは滅びてはいないですけど、ササン朝ペルシャが、まあ、また出てきてですね、でアラブ人になっていくと。でアラブ人の後はトルコ人が入ってきますね。今この資料集をめくっているんですね、うん、だいたいねトルコが出てきたのが、まあそうですね、セルジュク朝ですからね。セルジュクトルコっていうのが、1000年ぐらいにね強くなりまして、もう彼らがメソポタミアを完全に抑えちゃいますね。もうこれトルコ人です。あのモンゴルの方からやってきたアルタイ山脈っていうモンゴルの西にある山脈があるんですけど、あのタクラマカン砂漠のねちょっと北の方なんですけど、これが一気に強くなってですね、もうアラブ人も蹴散らしてですね、トルコ人が強くなるんですね。で一時期その1200年頃にモンゴル人が入ってきて、モンゴルが、だからトルコモンゴルが立て続けに入れ替わり立ち替わり入ってくるんですよ、このメソポタミアという地にね。でそのモンゴルの末裔というのが結構ね長いこと居座りましてね、あのロシアとかキエフもそうですよね。タタールのクビキっていうの、タタールっていうのはモンゴル人のことなんですけど、モンゴル人がねえらい長いこと居座ったんです。あのイルハン国とかっていう、フラグっていうね、ジンギスカンの末裔のフラグっていうのがイルハン国っていうのを指揮してたんですけど、
それがメソポタミアもねだいぶ取ってたんですよね。1400年ぐらいまでそれが続いて、でサファビー朝とかが出てくる、またあのイラン人になってですね、で結局あのアラブ人が主導権を取り戻したっていうのは、でその後あのオスマン帝国になりますでしょ。モンゴル人が滅んだ後オスマン帝国が、またこれねオスマン帝国がずっと居座るんですね。だからアラブ人がね自分たちのその領土を取り戻したっていうのはもう本当にね現代ぐらいになってからですよ。あのさっき言ったそのウマイヤ朝とかアッバース朝以降トルコが入ってくるでしょ。でモンゴルが入ってきて、これでオスマン帝国でまたトルコが取り返してっていう風になって、アラブ人というのがね自分たちの故郷を、要は外来種の人が入ってきて支配されるんですね。ずっともうセルジュクトルコ以降はずっとそうです。だから1000年ぐらいから1900何年ぐらいまでもうアラブ人はですね、昔はだからアッシリアとかねバビロン王朝とか、そうやって目には目をとかの、あの世界史の最初で習うやつは全部アラブ人ですよね。まあ少なくともアッシリアまではアラブ人で、自分たちの土地を自分たちで君臨してたんですけど、それがもう全然違う言葉のやつらにですねずっと支配されてたんです。で一時期そのマホメットの頃にアッバス朝とかの時に取り戻しますけど、それも結局はセルジュクトルコ以降あのトルコ人とかモンゴル人にやられっぱなしで、まあそう考えるとねあのすごくあんまりこの視点を言う人いないんですけど、アラブ人というのは気の毒な人たちですよね。全然知らない人たちにずっと支配されて、まあこれある種ね中国もそうなんですよ。これ皆さんあんまり言わないですけどね、中国っていうのもね外来のトルコとかモンゴル系とかね、あとは女真族って言ってツングース系で、これはまあね何人と分類するのか非常に難しいんですけど、まあ漢民族とはちょっと全然違うんですね。いわゆる騎馬民族ですよね。まあどっちかって言ったら女真族っていうのはトルコとかモンゴルに近い系統だと思うんですけどそれがですねものすごい長いこと支配しますよ。秦ができたのが1640年ぐらいかな。まあその前に明というの、明は漢民族の国ですから、明が明というのはあれですよ、秀吉が朝鮮攻めていた時に朝鮮に応援に来た明ですよ。でその後に秦が入ってきて、それがずっと300年ぐらい続くんですよ。ほんでその明の前は元ですからね、これモンゴル人ですからもう明らかに騎馬民族でしょう。でこれね遡るとね、漢という国があって、まあ皆さんご存知の三国志で劉備玄徳とかね曹操とか、あんな時は漢民族だったんですけど、それがいわゆる秦っていうのがね出てきて、魏呉蜀の三国志の後に秦が遠い、秦っていうのは進むっていう普通の府 に上2つがないやつですよね。それが出てきたんだけど、で、南北朝という風になって、まあ魏秦南北朝とかって言いますけどね、秦の後は南北朝で北朝と南朝になるんだけど、その北朝になった時に北魏っていうのが出てくるんだけど、これはもうね卓伐部って言ってモンゴル系の王朝なんですね。北魏っていうのはモンゴルなんです。で
その後あの隋が統一しますけど、この隋もですね、卓抜系の王室だとされてますんで、まあ隋というのはモンゴル人なんです。でその後のですね、唐も李世民とかは結局外国人だと言われてますので、隋唐あたりはですねモンゴル人なんです。で次に宋が出てくるんだけど、宋ってあの羽冠の木を描くやつですね。あれも実はね、長教院っていう階層がトルコ人だと言われてるんですね。ということからですね、で宋がモンゴル、ジンギスカンに倒されまして、まあ正確に言うとフビライかな、フビライに倒されて、でその元が滅びてからやっと民が出てくるんで、その時にやっと漢民族が出てくる。だからそういう意味ではですね、劉備玄徳とかってやっていた漢の時代から、まああれがだから西暦2200年ぐらいですね、西暦200年ぐらいから、明がやっとできたのが1368なんで、もう1000年以上、1200年ぐらい多民族の支配下に置かれてたんですね。で明が出てきて やったーとなったんだけど、すぐ秦が出てきたでしょう。もう300年も持ちませんでしたからね。まあそういった意味ではね、中国もなんだかんだ言ってね、その北方騎馬民族の支配下にずっと入ってたんです。でさっき言ったアラブ人もそうですよね。アラブ人なんかもものすごく気の毒な人たちで、ずっとトルコ人とかね、モンゴル人の支配下に入ってたわけです。つまりですね、中国も漢民族もアラブ人もある種そのトルコ人とモンゴル人にずっと支配下に置かれてた人たちなんですよ。でそれがね、日本人だけはほとんど支配下に入らない。一時期7年間だけ、1945から1952年の7年間だけはアングロサクソンの支配下に入りました。これはもう GHQ の完全に統一下に置かれましたので、この7年間は占領時代ですね、サンフランシスコ平和条約で独立を回復するまでの7年間は、完全にこれはですね、内幸町にある第一生命ビルに GHQ のヘッドクォーターがありましてね、そこからもう完全に命令をされてましたので、まあ占領されたということですね。おそらくあれだけですね、あれを除いてはちょっと危ない時もありましたけどね、モンゴルが攻めてきた時に北条時宗ですよね、北条時宗の時に攻めてきたんだけど、まあなんとか撃退しましたんでね。まあそれに引き換えね、ヨーロッパはね、インドヨーロッパ語族以外が支配者になることはなかったですね。モンゴル人がポーランドまで来たっていうのはありましたけど、なんとか撃退しましたんでね、ヨーロッパの地は大体インドヨーロッパ語族ですね。まあローマ人やらギリシャ人やらフランク人やらね、ノルマン人もそうですし、ケルトなんかもそうだけど、全部いろいろあるんだけど、まあスラブ人もそうですし、それら全部インドヨーロッパ語族という、まあ親戚みたいなもんなんで、まあなんだかんだ主は変わりますけれども、インドヨーロッパ豪族で大体ヨーロッパは決まってるんですよ。だけどアラブの地っていうのはもういろいろな人が、インドヨーロッパが来たり、アラブが取ったり、モンゴルが来たり、トルコが来たり、
で、中国の地もですね、北方騎馬民族が来たり、まあそれが大半ですね、漢民族っていうのはもう長らく支配下に置かれていて、自分たちのやっと最近はね取り戻しましたけど、その中華民国、孫文の中華民国以降はですね、取り戻してますよね。まああとね、インドもね、結構インドはありましてね、まあインド人って、まあこれもインドヨーロッパ豪族の一つなんですけど、まああそこまでちょっと違うと、白人とはもう、まあこれコーカソイドなんですよ。広く言えばコーカソイドなんだけど、まあ現地のドラビダ族なんかと土着が、混血が進んでですね、まあ色が浅黒くなってるんだけど、まあ基本的にインドは、天然の要害なんで、西からしか入ってこれないんで、割と守りやすいんでですね。ただ一時期大英帝国の支配下に入りましたよね。うん。あとはその、ムガール帝国とかね、チムール帝国の時に、これはね、何人なんだろう、彼らは。チムールはね、あれは何人なんだろうな、インド人、ちょっと、まあでも、インドはね、インドヨーロッパだから、チムールとか、そのバーブルですよね、が入ってきたんだけど、入ってきたというか、インドの統一をするんだけどね、彼らがトルコ人なのか、モンゴル人なのか、チムールは確かね、ジンギスカンの子孫だとか言ってますよね、だからモンゴル人なのか、そうすると、チムール帝国ができた時はモンゴルの支配下に入ったのかな。で、バーブルは、なんだろうな、何人かちょっとわからないですけど、まあ、彼らはどっちかというと、中央アジアの方からやってきたようなイメージがあるんだけどね。で、あとはね、ペルシャの地、今のイランですよね、とかアフガニスタンの地っていうのは、まあ、インドヨーロッパ豪族がペルシャとかの時代は自分たちで支配してましたけど、これがセルジュクトルコとかね、モンゴルとかオスマントルコとかが入ってくると、まあこれは完全に自分たちは支配下に入りましたね。で、取り戻すのがね、サファビー朝ぐらいだから、あれがどれぐらいだ、1700年ぐらいかな。うん。だから結構ね、イランの地も割と多民族に蹂躙されているんですよね。そういう意味ではね、日本というのは非常に稀有な場所でして、まあ、GHQ の7年間というのはね、まあ、実質、まあ、無視できるようなもんですから、ヨーロッパとアメリカ大陸と日本というのは、まあ、ほぼですね、主が変わらないんですね。まあそうするとアメリカのインディアンに怒られますけど、まあインディアンはちょっと今回無視するとすると、アメリカ大陸とヨーロッパと日本、これは主がほとんど変わらないです。で、面白いことに、この主が変わらないところっていうのは結構発達してますよね、経済が。アメリカもヨーロッパも日本も経済がものすごい発達してますよね。まあそういった意味では、主が変わらないっていうのが発展の前提にあるのかもしれません。まあこれはちょっとサンプル数が少なくて結論としては難しいですけど、でも実際そうですよね。アメリカ、ヨーロッパ、日本という、まあ、中国というのが最近出てきましたんで、まあ、中国というのがまあ反例になるわけですけど、反対の例になるわけですけどね。
だいぶ上流に来ましたけど、やっぱり平地が続いてまして、山一つ見当たらないですね。川があって、乾燥した大地があるっていった感じで、それがメソポタミアの特徴のようですね、どうやらね。今日は航空がなぜか珍しく上がってますね。ただ NVIDIA は下がってます。ただダウはちょっと下がってるんで珍しいですね。ダウが下がってるのに航空が上がってるっていうのは珍しいですね。まあやっと航空が見直されたんでしょうかね。まあ、あとあんまり世界史の表舞台には出てきませんけどね、人種の分類でいうオーストラロイドっていう、まあ、アボリジニとか、あと台湾のピュー族とかね、あとはね、まあ、その東南アジア系のミクロネシアの人々なんかもそうですよね。フィジー、サモアとかの、あれ全部オーストラロイドっていうんだけど。まあ、あんまり表舞台に出てこないんですよ、彼らは。南の島の人々っていう、黒人ともモンゴロイドとも違うし、白人とは、ま、もちろん違うし、その人たちがいるんだけど、例えばフィリピンなんかでも、まあ、フィリピン人でずっといたんだけど、まあ、これもね、結局はスペインが入ってきてね、フィリピンとはフェリペって意味ですからね。フェリペ2世っていう、1500年頃の王様ですけど、スペインの王様ですけどね、あれはハプスブルクだったと思うんですけど、それが入ってきて、まあ、混血っていうかね、白人が入植してくるんで、現地の人と混血になったりもするんですけど、で、スペインの後はアメリカがね、アメリカが領有しますよね。確か米西戦争で勝って賠償金みたいな扱いでその土地を取るんですけどね。まあそうすると今度アメリカ資本が入ってくる、きますけどね。ただアメリカの場合はあんまりそのフィリピンの方には根付きませんでしたけどね。もうすぐに独立を認めちゃいましたから。まああとはそのタイ、ベトナム、カンボジアなんてビルマなんていうのもね、これもまあほぼそうか、この人たちはそうですね、割とどこからも支配されてませんね。ベトナムなんていうのは近代になってフランスが植民地にしましたけどね、ミャンマーとかはイギリスが植民地にしましたけども。まあそれを除けばね、まあタイなんかはずっと独立してますし、まああとはオーストラリアなんかはね、あんまり歴史が語られることはありませんけどね、いきなりイギリスに 流刑地として、流刑植民地としてね、始まった国ですから、まあそれまでには原住民が住んでたんですけどね、アボリジニーが。まあこれもインディアンと一緒で駆逐されていきましたからね。で、アフリカはアフリカでね、北アフリカっていうのは実質的にこれヨーロッパみたいなもんですから、コーカソイドが住んでるんですね。アラビア人とか、まあ、ヨーロッパ人とかですね。だからサハラ砂漠より南に大体黒人が住み着いてるんですけど、まあ、ネグロイドですけどね。
これは、帝国主義の時代にヨーロッパが入ってきて、支配下に置かれますよね。いわゆるアフリカ分割ですよね。戦後独立しましたけどね。我々がね、その世界史で授業を習う時の内容というのは、ほとんどがね、ヨーロッパの歴史なんです。これ前も言いましたけど、ヨーロッパの歴史を教わるんですね、大体は。で、中国とかインドとかもやりますけれども、これは何か非常に形式的なですね、王朝の交代を何か暗記科目のように教えられるだけで、本格的に教えられるのはヨーロッパの歴史なんです。で、中央アジアの歴史とか、メソポタミアの歴史なんかも、何か暗記科目のように、王様の名前とか国の名前とか出てくるだけで、ちっとも面白くないんですよね。この辺はね、教え方が悪いんですけどね。ヨーロッパ、中国、インドぐらいまではよくわかるけど、中央アジアとかメソポタミアのあたりが、その世界史の変遷としてどうなっていったのかは、ほとんどの人が知らないでしょう。そうなんです。それはね、やっぱり教えてないからですよ。中央アジアからメソポタミアの、そのメソポタミアでバビロニア王朝とかってやってることはなんとなく覚えてるけど、それ以降の話が全く分かってないでしょう。中央アジアなんかもっとひどいですよね。この辺はやっぱりね、入念に教えないといけないですよね、本当は。ヨーロッパと中国ばっかり印象に残ってるんです、世界史でいうと。そんなことないですからね。ヨーロッパと中国の間にはもう広大な土地があるわけですから、で、それがどうなったのかについてはなんかよく分かってないでしょ。何か断片的にこう、マホメットがどうしたこうしたとか、モンゴル軍がどうしたとか、そういう印象は残ってるんだけど、変遷は全く理解してないわけですね。だけどヨーロッパと中国に関してはなんとなくよく、これがこうなってこうなってって、前後関係が割と素人でも分かっている場合があります。で、これを克服するにはですね、やっぱり歴史の資料集があるといいですね。それをページをだんだんめくっていったら、世界地図で版図が一目瞭然に出てきますから、これなって、はい、17世紀これ、はい、18世紀これって言って分かりますんで、あれがぜひおすすめですね。こういう感じで景色は全く変わりませんけど、この辺に来てなんか耕作地が増えてきましたね。この辺はね、昔のアッシリアの領土だったと思うんですけど、確かにメソポタミアはね、上流の方が豊かな感じがしますね、こうやって見ると。ちょっと海抜も高くなってるのかもしれませんね。そうしないと川が流れないですから、高低差があるから流れるんであってね。今日は世界史をかなり語ってしまいました。 ほとんど経済のことはやりませんでしたね。今日は何の指標も出ませんので、それでいいと思います。
そもそもこれは歴史を語る趣旨の動画だったんで、世界史の話はもっとこれからも出していこうと思いますけどね。全体を捉えた話っていうのはね、なかなかできないんですよ。一個一個細かい話はみんなするんですけどね。ダイナミックな捉え方をするのが面白いんでね、歴史は。例えばアラブの主がどう変わっていったのかなんて、普通そんな意識しませんからね。だけどそういう話が面白いですからね。中国の主がどう変わっていったかなんて、いや、そんなの漢民族じゃないのって思うけど、実は全然違いますよ。漢民族が主だったのはごくわずかですから、漢の時代と明の時代だけですよ、はっきり言って。あと近代、現代に入ってからですよね。だからこそ中国人はですね、三国志の時代は憧れるんですね。曹操、孫権、劉備、玄徳、そしてね、三国志演義ですよね。あの頃に憧れるわけですよね。やっぱり自分たちの先祖が君臨していた時代ですよね。日本人からするとわからないかもしれませんね、この辺りの。もうずっと日本人の場合は自分たちが主だったわけですから、GHQ の7年は別としてしますけど、ほぼね、自分たちが自分たちの国土の主だったわけですから、そんな民族というのは滅多にないんですよ。ヨーロッパ人ですらね、親戚同士とはいえ取り合いをしてったわけでしょ。例えばローマ人とゲルマン人というのは違いますからね。親戚とはいえ、ちょっと違いますからね。よし。はい、ご視聴ありがとうございました。